のびすけっていう元気な男の子も生まれるんだ。のび、何やっとる。料理って難しいよね。そんなもんできなくても生きていけるもん。でもお料理って楽しいわよね。そうだね。でも目玉焼きは僕が作るよりママが作った方が絶対美味しいもん。それはやらないからだわ。料理は毎日作ればどんどん上達するよ。勉強と同じさ。なんだ、できすぎ。ちょっとばっか勉強ができるからって偉そうに。そうだよ、そうだよ。そうそう、参ったな。もう